のジムリーダーエリカとのバトルを迎えました。エリカは草ポケモンの使い手、さあ戦略をしっかり立てて勝利したい。さあ手始め、きつい一撃。さあ対するは、よし当たった。さあ熱戦が続いております。さてさあこれはよし。さあ今度はまずまずの当たり。さあ熱いバトルが展開されております。おっとステミタックル、いい感じの当たり、あーっとダウン。さあ次はどのポケモンを使ってくるのか。ここでラフレシアの登場だ。さあここから挽回したいところ。さあ互いに全く違ったタイプのポケモンだ。激しい攻撃、おーっとこのポケモンではまずかったか。いい当たり。さあ激しいバトルです。よし、ここでダウンです。さあ使えるポケモンの数に差がついている。ここでウツボットの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。ここで猛烈な吹雪、あーっと氷漬けになってしまった。おっと凍っていて動けません。凍ってしまったことでバトルが一方的になってしまった。これはどうだ、狙い的中。おっとここは動けません。両者とも大健闘です。激しい攻撃、決まった、効果的な当たり。あーっと力尽きたか。ここでステージクリア。まずは軽く勝利を収めたいところ。さあ手始め、おーっとポケモンの選択を誤ったか。おっとモノマネをしました。さあ熱戦が続いております。バトルの姿勢に移って、さあここで弱点をついた。
さあ、これは様式。両者とも大健闘です。ここで10番ボルトだ。攻撃炸裂。あーっと、力尽きたか。新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。ここでエレビーの登場だ。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか。ここで自陣攻撃。おーっと、このポケモンではまずかったか。あーっと、一撃で倒れてしまった。さあ、使えるポケモンの数に差がついている。ここでピクシーの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。さあ、今度はダメージは大きいぞ。おっと、モノマネをしました。さあ、激しいバトルです。さあ、この場面でリュウス。さあ、ここでいい感じの当たり。さあ、熱いバトルが展開されております。おっと、ステミタックル。よし、当たった。あーっと、ダウン。ここで試合終了。このバトルも冷静な判断で勝利を確実にしたい。両者向き合って、ここでサイコキです。おーっと、このポケモンではまずかったか。さあ、こちらは急所に当たった。両者とも大健闘です。激しい攻撃。決め十分。あーっと、力尽きたか。さあ、次はどのポケモンを使ってくるのか。ここでサンドパンの登場だ。さあ、互いに全く違ったタイプのポケモンだ。ここで波乗りだ。おーっと、ポケモンの選択を誤ったか。おーっと、あっけなく倒れてしまった。さあ、使えるポケモンの数に差がついている。ここでキングラーの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。あーっ、弱点をついた。さあ、今度は急所にヒット。さあ、熱いバトルが展開されております。ここで10番ボルトだ。狙い的中。おーっと、ダウンだ。ここで試合終了。
3人目の相手です。すぐ後にはジムリーダーが待ち構えているぞ。さて、ここで地震攻撃。おーっと、このポケモンではまずかったか。おっと、毒々攻撃。さあ、毒で少しずつ弱らせる。さあ、熱戦が続いております。おっと、ここでポケモンをチェンジです。ここで毒クラゲの登場だ。勢いのある攻撃。おーっと、ポケモンの選択を誤ったか。さあ、今入れ替えたポケモンがどう活躍するか。またまたポケモンをチェンジ。ここでベトベトンの登場だ。激しい攻撃。おーっと、このポケモンではまずかったか。さあ、このポケモンチェンジで試合の流れがどう変わるか。これはどうだ。おーっと、ポケモンの選択を誤ったか。おーっと、ダウンだ。さあ、次はどのポケモンを使ってくるのか。ここでポケモンをチェンジだ。さあ、互いに全く違ったタイプのポケモンだ。いったー。おーっと、このポケモンではまずかったか。あーっと、大爆発だ。大きなダメージ。あーっと、ダウン。両者共倒れだ。さあ、今度はどのようなポケモンが登場するか。ここでミュウの登場だ。さあ、最後のポケモンになってしまった。現在のところ残るポケモンは2対1。両者激しく火花を散らしております。ここで反撃です。狙い的中。力尽きたか。ここで試合終了。